こんにちは、ベルです。今回は神戸に来ています。ベイちゃん、前に大きい渚ちゃんっていうモニュメントがあるで。何あれ、ピカピカしてちょっと大きいし怖い。ちょっと海でも見て癒されよう。もうちょっと近くで見てみようや、ベイちゃん。大丈夫？近く行って攻撃されへん？大丈夫やって。てか、なんか撮り方にちょっと困るな、このアングル。ほとんど何しようもないことばっかり言うてんの。変なことばっかり考えてるからそういう風になんねやんか。芸術やで、芸術。いや、分かってんねんけどな。芸術は爆発だって岡本太郎さん言ったってんやろ。ベイちゃん、なんでそんな言葉知ってんの？ベイは何でも知ってんの。尊敬するわ、はは。考え方、雨降ってきた時に雨宿りできるわっていう感じ。いやいや、それもまた変な考え方やと思うねんけどな、ベイちゃん。なんか渚ちゃんと仲良くなれた感じがする。またの旅よ、みんな。じゃあねー。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。